今、まあ、ウクライナは約1ヶ月前に、ウクライナ軍の全面的なあ反攻が始まるということで、各地でのその攻勢が強まってきている。まさにその真っ最中で、個々の戦闘のあり方については、 それがいわゆる犯行の一部なのかあるいはそれを行うための準備的な行為なのかということがよくわからないままなんとなくいつ始まるなんてことは言わないんだよということがむしろウクライナ政府ウクライナ軍の方からメッセージとして出てくるようなそういう形でなんとなく進んできたでところが 大きな変化は、ウクライナ軍の変化ではなくて、むしろ、ロシア軍の内部、ロシアの内部事情というか、そちらの方の変化として現れてきて、それがどういう、その、ロシアによるウクライナ侵略にどのような影響を与えるかについては、なかなか見えてこないんですけれども、確実に、この、 まあ戦争をですね、えー、ある方向に持っていくんではないかなという感想を、まあ、私自身は持って持ちました、えー。端的に言えばあのワグネルという集団についてですね、ワグネルというのは一体何なのか、えー、その代表とされるあるいは創設者とされるプリゴジンという人、まあもともと料理人の人のようですけれども、 まあ、プーチンの料理人と、えー、あだ名されて、えー、食事関係のことを取りしきる中でプーチンに近づいて、えー、力を持ち、えー、そうですねまあ言ってしまえばかなり巨大な利権にありつくことに成功した人およびその集団ということだと思います。あのー 囚人に対して半年間生き延びたらあ放免してやると言って、えー、軍服を着せて、えー、前線に送り込むということで一旦有名になりましたけれどもその囚人兵だけではなくてまあ基本的にはワグネルは傭兵集団うんまあ 軍事的な要請に対して、えー、その金銭を、まあ金銭を支払わせて、えー、まあ軍事労働っていうのがどこかわかりませんが、それによって応えるっていうね、えー、ことなんだと思います。まあ傭兵の会社です。<coughs> まあイラク戦争あたりから急にそういうものが有名になりましたけれども、まあアメリカでもね、かつての 軍軍人人というか退役軍人中心に、まあ、戦争のプロというか戦争が上手な人たちがそれによってお金を稼ぐとで、まあ、そういう会社としてまあ成り立たせてきたわけですがワグネルもまあそういうものだろうと思っていたんですけれどもちょっとね様子は変わってきてるんですよね。これまでまあワ,グワグネルといえば のまあ、これ、人数はいろいろありますけど今,今現在、ワグネルとして、えー、プリゴジンさんの、まあ、もうちょっとそ,なそうじゃないのかもしれないんだけどプリゴジンさんの、まあ、指揮のもとに動く人の数というのは8000人から2万5000人というふうに、まあ、言われていたそれだけの、まあ、軍,票軍、まあ、兵隊をです、ね、操る。 軍団ののようなものであってその長がプリゴジンという人というイメージだったわけですね。でこれが契約を結んで、えーまあ、ウクライナ侵略の片棒を担ぐととりわけ汚い仕事をたくさんやらせたんじゃないかっていうふうにも言われていますけれど。 当初問題になったあブチャというところでの民間人の虐殺であるとか、まあ、ブチャだけじゃないですね、えー、かなり広い範囲で、まあ、キーウを攻め落とそうとしていた頃ですけれども占領した村で、えーまあ、民間人に対して、えー、直接殺害に及んだりあるいは暴行、まあ、拷問ですね の末殺害したいということで、大変多くのウクライナ人があこのワグネルを中心とした戦争屋によって犠牲になったということがどうもあったようです。で、まあそのイメージだけでごずっといたんですけれども、こ今度のそのワグネルがロシアの国防省と対立をして ロシアの国防省及び参謀総長をこっちに起こせとまあやめさせろっていうことなんでしょうけれど <coughs> そういう要求をしてなんとモスクワに進軍し始めたのがまあざっと1週間前ですよね <laughs> そういうことがあったわけですけれどもまあまるで何か 中国の,あの20世紀初頭の歴史を見るみたいな、えー、それこそ、あの、段貴髄だとか、蝶、えー、作林だとか、<laughs> あるいは遠征街。<laughs> 遠征街はね、最も成功した軍閥の長だと思いますけど、あの中国の軍閥みたいなイメージをこうちょっと抱いて、まあ見ていたわけですけれども、 いろいろ暴露されていることからすると例えばアフリカなんかでもいわゆる資源利権なんかにありついてまあそこである種の軍事的な働きをした上で資源利権の25%を持っていってるとかまあとにかくとんでもないお金がプリゴジンさんに 入ってきているというのは事実としてあった。でしかもそこには単純にそのなんていうでしょう、えー、軍事力を持ったあ大勢の集団っていうふうなね、えー、ことだけじゃなくてロシア政府と直接つながっていたっていうことですよ。そのイメージが非常にくっきり出てきたっていうのが今回の特徴だと思います。 であのよくねあのロシアのオリガルヒっていうんですか新興財閥、えーまあ、ソビエトが崩壊して、えー、ロシア連邦と他の国に分かれていったあの過程で、えー、もう経,経済も社会も大混乱の中で新興財閥というのがいろんな分野で成り立つようになってきたでその中の一つみたいな感じなんですよね。 まあ、膨大なお金を手にした手にすることによって、えーまあ、非常に大きな力を発揮するあの今回のことでこれプーチン大統領が自分で暴露したんだと思いますが、えー、2022年の5月から2023年の5月、まあ、この1年間ですねに ワグナーに投じられたお金というのは、いわゆるギャラ、ギャラというか、給料が860億ルーブル。それから、その給料のなんか保険っていう名目なんだけど、これはよくわかんないんだけど、1100ルーブル。 億ルルーブルです、ね、<laughs> うんそれからまた何か別に800億ルーブル全部でね足すとね2760億ルーブルになったんですよこれは私の手元の計算ですから間違ってるかもしれないんですがでこれを日本円に直すといくらになるかっていうとざっと4500億円1年間にですよ この人たちに4,500億円が投じられている。だから、例えば戦車も持ってるとか、ヘリコプターも持ってるとか、で、プリゴジンさん自身はビジネスジェットを少なくとも2機持ってますよね。まあ、それと、まあ、数、彼らによれば2万5千人。実際にはもっと少ないのかもしれませんが、1万人を、まあ、おそらくは超えるような やば歩兵をですね用意できるわけですよ、えー、そういうまあとんでもない経済体だっていうことが、えー、分かったしかもこれ国家予算だけですよねロシアのねロシアの国家予算で直接勝っている軍団だということが分かってきましたまあ言い方変えるとプーチン政権の一部 一部なんだけど、こっからがロシアの特徴的なところで、そのプーチンさんの独裁は成立してるんだけど、それが実は政権の隅々まで行き渡ってるかっていうと、必ずしもそうでもない。で、何よりそのプリゴジンさん自身が独特の動きをする。で、これ、それが本来の、今回のことになったわけですよね。バフムートという都市の、 争奪戦をめぐってウクライナ軍と直接戦ったのは、まあ、ほとんどこの傭兵集団ワグナーの方だったと。で成果をまあ横取りされるような言い方をされて国防省を非常に恨むようになったんだろうと思うんですがその後の過程でワグナーの宿営地かなんかにモスクワ方,方向から 飛んでできたたミサイルで大勢亡くななくるようなこともあったあ <laughs>、まあ、ワグナーと、えー、ロシア政府の、まあ、正規軍の側が強く対抗したわけですね。うん、で、まあ、そういう分裂を抱えているという意味では、えー、プーチンさんにちゃんとコントロールできてなかったと言ってもいいんだろうと思います。 まあどうやって軍団の統一性を保ってるのかなっていうことはその上でもさらに疑問になることもあって戦闘行為をやるわけですよね中の組織ってどういうふうに組まれてるんだろうかっていうのは大変興味深いんですけれど、えーまあ、そういう集団だということですで、まあ、これがきっかけになってワ、えー、グナー でその今回のクーデター騒ぎというか、えー、正義の行進ということだったらしいですがモスクワ進軍をの失敗ということの結果ワグナーの兵士もそれからプリゴジンさんも、まあ、ベラルーシに追いやられるような格好になっていますよね。あれいやちゃんと あの契約すればワグナーの兵士は許すよって言ってるのは、えーあのー、これ普通考えてそれは警戒しますよね、うん、いやまたまたロシア軍に戻ってきてありがとうじゃあすぐ君前線行ってくれたまえっていう話だよね <laughs> おそらくねうんで前線の一番危ないところに常時出し続ければあ早めに消耗して元ワグナーの人たちは そのうちいなくなるっていう計算をロシアの国防省とかしてる可能性があるんじゃないかなと思います。ベラルーシ行っちゃった人たちはもう関係ないよっていうことでしょうね。じゃ関係ないよって言われたワグナーの人たちあるいはプリゴジンはベラルーシで生きていけるのかどうかっていうこともまあちょっと。 疑問になってきますが、えー、という形で客観的に何が起こったかっていうとロシア軍の中で最も優秀な軍団まあ軍人としてね軍人としてっていうか軍事力と非常に大きな軍事力を構成していたワグナーが消えてなくなるっていうことですよねほとんど、うんそうまあ。あと正規軍 あと正規軍って言い方も変なんだけど、うん、この正規軍があボコボコにされるとどうなるかっていうとまた予備役を招集したりすることになるわけですよねきっと。でもこれはさらに連動の低い人たちでしょうから、えー、まあロシアがこの戦争に まあ勝つというのはどんどん見込みがなくなっていくんじゃないかなという気がします。あのもちろんいろんな要素あるでしょうし紆余曲折もあるでしょう。何より核兵器持ってますからね、えー、散々核を使うっていうことをまあ脅したりあるいはベラールーシに戦術核をまあ移転するということをしたりしてますので、えー、それに対して 誰がどんな反応を示すかということももちろんわかりません計算できないですからただウクライナ軍にとって非常に厄介だった傭兵集団がスナフトの前線からは消えてなくなるということですよね、うん、まあそれがどういう意味を出すのかまさに注目をしたいと思いますけれどもこの先 いわゆる反転攻勢の仕上げとしておそらくクリミア大橋はもう一回壊される、えー、今度こそ壊されるんじゃないかっていうでこれが壊れるとロシア軍のウクライナ南部占領地に対する、まあ、南部及びそのクリミア半島ですねの占領地に対する補給がかなり困難になるので すでに弾薬とかあるいは燃料の兵坦に関してまあイギリスとフランスで共同開発した,何でしたっけストームシャドウでしたっけあ,のあのミサイルの防御はどうもロシア軍全くできてないようなのでこれこそボコボコにやられるんじゃないかなっていう。 まあ、その間にも大勢の人はね当然亡くなっていくんですけどまあ勝敗がはっきりするという時期ができるだけ早く来ることを望むしかないですね。大変悲しいことに一旦こうやって始まってしまった戦争の決着っていうのは軍事的に決着がつかない限り、えー、簡単にその とりあえず戦争をやめるとか打ち方やめっていう話にならない、うんまあ、特に今回のような場合は、うん、という気がしております <laughs> えっと今お話した内容に関しては私がマグマグさんからいいっすか <laughs> マグマグさんから、えー、出させていただいております週に1回出しております、えー、ウッチージャーナルとウッチージャーナルのデラックスこちらの方に えー、コメントとして反映させたいと思っておりますので、えー、合わせてご覧いただけるとありがたいというところです、えー、では今日の1曲目に参りましょうかねうんああなるほどそういうことですかはい <laughs> マドパウエルで。 Cleopatra's Dream.